カナレット、本名は、ジョバンニアントーニオカナールは、ベネツィア共和国の景観画家、版画家である、ベルゥタを得意とした。父親である、ベルナルド・カナールも画家であったことから区別するために、ショー・カナルと呼ばれるようになった。おいのベルナルド・ベルロットも、風景画家である。1697年、ベネツィアで画家であり、劇場舞台背景絵画制作者のベルナルド・カナールの、 子として生まれ、父親の下で見習いとして勤めた。1719年頃までは、ローマで父親と共に、劇場舞台背景絵画制作に携わっていたが、1720年までには、ベネチアに帰ってきている。1726年以前から、英国人の顧客を持っていて、特に大商人で、ベネチアにおける、英国商人の代表でもあったジョゼフ・スミスを、パトロンとした。 スミスはカナレットの作品を外の英国人へ売る画商でもあった。1746年から1756年に数度英国滞在して作品を制作したので英国の風景を描いた作品も多い。カナレットは1768年に没したが晩年も検証で視力が確かであったらしく、サンマルコの聖火隊という祖病絵には我がズアアントニオダカナル、 ベネツィアにて、サンマルコ・ドゥカーレ教会の聖火隊をメガネなしで描く68歳1766との自筆がある。記事、ベネツィアをパノラマ風に描き、光や大気の効果を巧みに表現した。カナレットは写真のような絵を数多く残した。カメラオブスクーラを使って下書きをしていたという説があるが、最近否定する意見もある。 カナレットの使っていたカメラオブスクーラはベネツィアコレール美術館に保存されている。カナレットの作品の最大の収集は英国王室であるが、これは主に戦術のジョゼフ・スミスのコレクションを1762年にジョージ3世が購入したものであり、絵画50点、素描140点以上である。ベネツィアは20世紀以降水位上昇や、 地盤沈下で水没の危機にさらされているが、カナレットをはじめとするベネツィア画家たちのリアルな風景画から当時のもの繁殖状態がわかるため、水没を食い止めるための手がかりをつかめる。シークレッツオブコこのレットエスドローイングスリビールドアヘッドオブニューエキシビジョン。i b 2018年8月11日閲覧。ありがとうございます。